藤原恭太が好プレイ、ライナーをナイスキャッチで開幕スタメンアピール。はぁ、すっごい。おぉ。藤原ナイスー。やるやん。ええぞ藤原。やるやん。藤原やるやん。藤原ナイスプレイ。いけべ。うまいでも怪我気をつけて。これは守備原恭太。ライトなら守備指標良くなるのかな。藤原ナイスー。藤原っていくらいいプレイ続けても守備なんてイメージ固まっちゃってるよね。何かファインプレイしても一歩目遅かったからダイビングになったのかなって思ってしまう。藤原が守備ベタ扱いされるのはこういうファインプレイがある割に簡単なところでぽっかりミスるからや。プロだと守れて当たり前みたいなところがあるから簡単なところでミスるとどうしても批判されるのは仕方ないよ。バトルイケメン。